はい、どうもお茶です。はい、シンが19段になりましたでね、今日ね、対戦相手いないと思ったんで、いきなりこういう画面からスタートですね。はい、で、相手21段の回です。プレマカラーは黄緑でしたね。だからまあワンチャンあるかなって感じです。まあおそらくセバーとかダストを対応してくる回かなと思われますので、まあ、そこら辺うまくガードできたらの話ですね。まあ結局やっぱ対戦って防御が安定しないと、なんかあんまり勝ちも安定しないイメージが、これ見えないよね、わかる。まあこの方に勝ったら相当ランクアップに近づくんではないでしょうか。おい、これはエルク読みっすね。おい、あーダメだった、俺のあつか、これガトリングにつながってるかですね。これやっぱダスト立てるか立てないか、まあ、ダスト立つぐらいだったら全然あれなんですけど、セバーをね自力で立つっていうのが結構むずくて、肉ないんでどうするか。食わせてくれる優しさ、さあ空投げして OK、 勝った。これぐるぐるですね。まああのグルポチョならぬグルシンもなかなか強いです。ライド・ザ・ライトニングがクソ強いんでね、お前コンボ見せたら死ぬぞそれっていう。でダウン取ってバックステコするんで、前ハイで置き攻めとかしていけたらいいかなっていう。投げ漏れ当たって、今のは相手うまく回避しましたね。青弾だったら絶対取った。うーん、ダストね、なるほど。え、マジか、最悪。さあスパシゲ弾立てず、おそらく死ぬでしょう。これは赤キャンからの殺し切り。うーん、そうだな、言うてなんか立ち回りはそんなにあれなんだよな。やっぱどっちかが攻めたら勝つっていう状況になってるのがよろしくない。なのでやっぱ防御面を安定させたい。あとエルク読みの足払いとか多いんで、そうこれですね、エルク読みの足払いに対してはピークそのままがカウンターヒットするんで美味しいです。あ、ミスった、漏れました今で。今度ピーク見せると手段見せてくるんで、そこも読み合いになっちゃう。はい、勝った。これあバーストあったのか。 OK、 相打ち上等ということでなんとか勝っていきました。まあここが俺の立ち回り変えたってことが、まあいいなんだ影響、いい影響っておかしいな、いい結果につながったんでしょうかね。でここで相手がねおそらく手段を見せ始めてくるんで、ここからも読み合いですね。開幕ダッシュという、さあセバを全然使ってこない。ダウン取って読んでいる。今のはあれです、ディッパー読みです。うわこれは痛いですね。でもさこれダウン取られない。 OK、さあ相手こっちのエル君に対してすごい警戒してるイメージが。今ワイパン出したんですけどね、勝ってましたね。さあこっちのタイミングずらされて、しかしゲダーもしゃがんでいく。あーエルクじゃなくてあれが出なかった。なぜそこで昇竜なのか。今の攻撃してなかったら勝ってましたね。すごいな、こっちのバックステ読みかな。さあ演出がエルクに刺さっていく。ここコンボつなげられるんでめんどくさいですね。さあしっかり見ている。ここら辺はさすが赤団といったところ、こうバーストまれてそうですよね。やっちゃった、脊髄バースト。
まあ今のはそうだな、まず立ち回りにすらなってなかったよな。開幕でやられまくってたって印象があるんで、でここで俺がなんか変えてくる読みで、なんか変えてくるか、相手が変えてきましたね。あーダメだ、はい昇竜出ず。ここでまあバース測ってたのは美味しい。うん、うまいな、しっかり相手読み合いを回してる。あージャンプできなかった。まあ、画面端で事故らないように、なんだ、空中ジャンプ2ですね、今のね。さあ、固められて、見えません。そうだな、全体的に立ち回りで負けてるイメージかな。これ、美味しいやつ。だけど、そんなだな。相手そんなぶっぱしてこないんで、まあ、強気に。ただ昇竜だけは気をつけた方がいい。バックステか、ここら辺の読みは俺苦手なんだよな。もう無理。うんーダメだな、どうやって近づこう。あー当たっちゃった。片目がうまい。にくくって、うわ今出してたら勝ってた。あー OK、 暴れてくれたんかな多分。いやーなかなかいい勝負してるな。でもさあこっから、こっからこっから、手だか見てからやってきてるな。どうしよう。バックステか。クッソでデッドアングルで切り返していかないとダメだけど、あー読まれてなかったかな。いや多分今デッドアングル読みかな。出すと距離開けてやるとデッドアングルスカるんすよね。スカるっていうか操作になる。しっかり画面見てるな、この回。めんどくさい。まあ当たり前のことなんですけどね。青段だと画面見てないで擦るような回とかがすっごい多いから、ちょっとまだ俺のアサシンじゃ勝てないかな。いや、死んだかな、これ。死んでいない、キキャン。投げかくってたけど。さあ、ここ、金馬に使いたい。オッケー、金馬。うわっやったやった。ちょっと最後のはしょうもない終わり方したかなって印象でしたけど、今 FD 貼ってたら多分まだ生きてましたね。まあでもうん、なんか本当に負けたって感じの負け方がしてすごい楽しかったです。はい、ということで今日はこんな感じの動画になりました。では失礼します。